跳ね回るワンちゃんの姿をパチリ。ここは東京豊洲の商業施設に期間限定で作られたドッグパーク。オープンしたのはトヨタ自動車。自動車メーカーがドッグパーク？一体なぜ？開放感ある芝生で元気いっぱいに走り回るワンちゃんたち。トヨタ自動車が期間限定でオープンしたドッグパークです。写真を撮ってくれるサービスも。ワンちゃんも大喜びのドッグパーク、実はオープンです。新型シエンタの新車発表に合わせた企画なんです。7年ぶりにフルモデルチェンジした新型シエンタ、乗り心地は？十分くつろげるスペースがありますし、車の中で、アウトドアも簡単に楽しめるんじゃないかな。シエンタは7人乗りのコンパクトカー。今回は人だけでなく、シエンタドッグパーク、なぜかワンちゃんも発表会に参加しました。かわいいな。新型シエンタは愛犬とのドライブが楽しめる様々な設計が特徴なんです。低い。そうなんです。お子様も愛犬も乗り降りしやすくなっているんです。開口部を縦に6センチ広げたことで乗り降りが楽になりました。後部座席を倒せばご覧の通り車内は広々。だから大型犬もこの通りゆったり快適なドライブを楽しめます。大人にも子供にも、そしてワンちゃんの快適なドライブにも配慮した新型シエンタ。発表会には愛犬家の姿も。犬と旅行に行くことだけが中心の生活になったので、やっぱりそのワンちゃんと旅行しやすい車っていうところですね。広いのは助かります。うちの犬だと小型ですけど、プレートってちっちゃい移動式の小屋とかも固定しなきゃいけないので、狭いと難しいんですよね。乗る人すべてにこう優しいポイントっていうのがすごくこう散りばめられている、車だなというふうに思っておりますので、犬とですね、家族の皆さんが、一緒に楽しめる幸せな時間を過ごせる空間をご提供したいと。次回、トヨタの新アリーナプロジェクト。